とゆっくりとリングを右に回っていきます。中西か、それとも前川か。これはシングルマッチ30分の一本勝負。しかしもちろん前川は反乱軍のメンバーとして、そして中西桃江は前場の伝統を守っていくです。正規軍のメンバーとして分断闘争のこの大戦争という形を取っています。まずは前川の右のローキックからロープに飛ばしていって、まあ、当然山本さん、よくよく考えれば今回のこの前場全面戦争はこの前川久美子が起こしたことではありますよね。そうですね、ここまでね、この構想がスケールが大きくなるとは思いもしなかったんですけど、まあ、そういう意味では、まあ、前川も今日の構想でね、まあ、先発を務めるにあたってですね、ビシッと決めたいところですよね。そして逆を言えば中西にしてみればこの前川を仕留めることにはという思いがあるでしょう。そうですね、やっぱり前場正規軍ですね、まあ、先発を務めてここではまず手間をくじきたいところでしょうけどね。そうですね、思い返せば前川がコンビを組んでいた、スタッフを組んでいた渡辺智子を裏切って今回の全土全面戦争に発展した、そういう経緯があります。その前川と相対するのは中西桃江。しかし中西の表情を見ていても宮本さん、先輩の前川に挑むというそういう感じではもう全然ないですね。もうやっぱりもうこの高橋にしてもですね、もう顔がやっぱり変わってきましたよね。そうですね、はい、ここはしかしボディースワーして前川が中西を捉えています。30分の一本勝負のシングルマッチ、今回の全国全面戦争この戦いの発端となった事件を沸き起こした前川久美子が、そして全場の先発として特攻隊長としてこの全場を守り抜くべき中西桃江か、締め上げていく前川のボディースワーク、懸命にこらえる中西。膝がかかり右のエルを落としていく中西。さあ、そのボディースワークが今届けました。ガードを重ねている前川。先に行ったために行こうかという体勢に入っています中西。前川のセコンドからは落下昇落を見せた、あるいは強打といった、まあ、こういった反乱軍のメンバーの姿があるわけです。シングルマッチですからね、ややもすると宮本さん後ろからああいった落下昇あるいは強打というね乱入もあると思うんですけどね。いや、やっぱりもう全面戦争ですからね、もう総力戦なんですから。あっと、これはすごい右のロック。当然ただの1対1では終わらないということになってきますね。ボストンクラブに落とします。前川久美子懸命に耐えるは中西、じりじりとエスケープロープを狙っています。しかし前川はこの素敵な闇です。この人を宮本さん、前川のその戦いの最中に浮かべれるというのは本当に不気味ですよね。いや、なんかリーグと言いますかね、やっぱり今はもうなんかレスラー生活の中でもですね、はい、判断軍自ら起こしたね、この高校のドラマの中でですね、やっぱりポジション的にもなんか気持ちが充実してるんじゃないですかね。すみませんね、右のミドルキック胸板に入りました前川です。足技には非常に定評があります前川です。カウントギリギリを繰り返していく、そしてまた素敵に笑みを浮かべています。中西をリングのほぼセンターポジション、繰り返して今度はキャメルクラッチに取っていきます前川久美子です。中西がこの反乱の原因を作った前川を仕留めることができるんでしょうか。キャリア的にはもちろん前川久美子の方にあるわけですが、しかしシングルマッチ中西は前川と相対しても必要ないだけのものは持っています。三角飛びフランチャーはこれはかわされました。そして場外に引き継ぎ出されます中西桃江、前川が奪い合いスピードで中西をフェンスに打ち付けていきます。場外乱闘です。前川の宮本さん投げっぷりとどうですか。本当にね、しかし入ってますよ、ね、何かに振り付かれたようなね中西の捉え方をしています。場内のお客様に戻っています。場内なんてやるとね、やっぱり先生の声が大きくなったので、中西はやっぱりちょっと不利でしょうね。よろしくお願いします。広げてください。さあ、
を連れていきました。そして壁に激突させます。障害ランドになると今さあ下田、さらには前、リタエスコ、大阪の声が大阪に行く。大阪の姿こそありませんが、援助反乱軍がかなりなって体も小さいダフルの声を襲っていきます。場外乱闘です。ちょっと自分の力で合わせたがままならない状況になっている田中西、足が引き取られています。しかし今田中西の関係なしといった感じで前川が強引にリングに今度は戻っていきます。リング下まで戻されてきました田中西。場外で痛めつけるだけ痛めつけておいて、今度はリングの中で決着をつけよう、こういう腹積もりなんでしょうか。いやしかし反乱軍が一斉にリングの中に現れた。そうですね、4人がかりで中西を抱え上げます。カウントは入りません。これは反則ということは、反則ということが取られたんでしょうか。4人がかりの攻撃に対してカウントは入りません。さあ前川、中西を起こしてロープに飛ばした。しかしこれはうまい、内側切り替えた。そして下十字起死回生、中西が膝十字固めに入っています。これはいい形だ。ポジションも非常にいい。決めるか、中西が仕留めるか。場外で劣勢を強いられていたその直後、一瞬の手札を突いて中西が前川の右膝を捉えています。完璧に入っています。膝十字ウェイトを利して今ようやくサードエスケープロープに手を伸ばしました。前川久美子です。いや宮本さん、ああいったあたりが中西が前川を上回っているところでもありますか。そうですね、もうちょっと一点とのね、はい、なんかいろんな幅を広げましたけどね、はい、やっぱり中西はじっくり足を狙ってね、反撃していこうというね、はい、警戒をちゃんと働かせてますよね、スピードとして切り返し、まあ、いわゆるテクニックという部分では、まあ、どうですか、中西は前川を凌駕する場面もあるというね、やっぱりこの小さい体でね、はい、もうスタミナ無限ですからね、はい、もうオールラウンドの戦いがね、もう飛んでよし、地上戦でもね、こういういろいろな関節技も覚えてきましたからね、スタミナという点でも試合が長引けば中西の方に分があるかもしれません。スタミナは無尽蔵です。さあここは膝十字から捉えた右膝をロープワークを使って、さらには足4の字固め、徹底して膝にターゲットを絞ってきます中西桃江。シングルマッチであると同時に中西、前川、個人の戦いであると同時に今セコンドリの姿が見えますが、反乱軍と正規軍という分断構想も背後にはあるわけです。この一戦、この対面勝負の負けはそれぞれの軍団が一方の軍団に対して一つ劣勢を認めたことにもなってしまいます。足4の字固め、前川が鬼の形相でエスケープロープを手繰り寄せようとしています。しかしこのロープに届く勝利が届かない。中西が反動をつけて、さらに再びリングの真ん中に前川を引きずり出してきます。中西もこの表情です。かなり長い時間このフィギュア4レッグロックが前川の足を捉えています。前川ちょっと表情が苦しそうになってきた。不気味な前川の表情がやや苦痛を帯びて人間味を帯びてきました。ちょっとさすがにこれは前川も苦しそうです。余裕がなくなってきました。一方の中西はチャンスとばかりに攻め込んでいきます。あ、今ここで藤井が懸命にロープを遠ざけようとしていますが、宮本さん、これはかなりダメージ残ったでしょうね。そうですね、長い時間フィギュア4レッグロックが前川の足を捉えていました。さあ動けない前川、動けない前川、前川に対して高中と飛んでいったが、しかし両足が割っていました。あ、しかしそのダメージもものともせず、間髪を入れ、今度はアキレス腱固め、徹底して足狙いです。中西、この狙いは宮本さん、いいですね。いや、いい狙いですよ。それでやっぱり動きを止めていったね、はい、そこを狙えばいいわけです。さらに前川はこう足技のスペシャリストでもありますから、そのオフェンスワークを封じるという、まあ、そういった狙いも出てきます。しかしここは前川、先ほどの苦痛の表情から再び耐え忍ぶ鬼の状況に変わっています。
強引に今足を決められた状態から今度は右肩を逆に武器として中西に落としていきます前川久美子。そしてさすがにしかし足を引きずっています足を短めと様々な足技攻撃を受けた前川ちょっとバランスが取れていません。そこに中西まなまな、しかし中西はスタミナがあり余っています。低空飛行のスピードドロップキック、場内からは拍手が起こっています。30分の一本勝負のシングルマッチ、ここまではどうでしょう、中西ペースということになるんでしょうか。ダブルアームスープレックスの体勢、リバースのフルネルソンに決めています。中西萌え持ち上げることができるか、ゆっくりとつま先立ちになる前川、ウェイトは前川、踏ん張る前川、持ち上げるとする小さな中西、しかし逆に切って返されるか、中西の体が浮いた、中西の体が浮いた、切り返されました中西です。力勝負はしかし宮本さん前川という形でいいんでしょうか。そうですね。さあ前川がロープに飛ばした、コラースキックが中西を捉えます。カウントは2つです。あの蹴りがまともに入ると打撃技のスペシャリストであるだけに一発 KO というシーンも生まれてくることになります。前川右のハイキック、あー、キレイにヒットしましたね。空手か前川久美子の右のハイキック、これは純粋な体の試合だったら完全 KO ですね。これ ね、さあ右のハイキックかろうじて前川の足に組み込まれたレガースがクッションとなってはおりますが、しかし完璧に入っています前川の右のハイキックにやす。あのハイキックにやすであっという間にペースが変わるか、いやしかしまだ中西には力が残っているが、しかし二段蹴りだ、二段蹴り抑え込まれた中西、カウントは2つです。いやこの二段蹴りもね、いいタイミングでヒットしてますよね、はい、そうですね。右のハイキックにやす、そして二段蹴り、やはりあの宮本さん、蹴り技というのは一発で流れを変えますね。そうですね、はい、そしてジャーマンです。ジャーマンはカウント2つ、中の蹴りはね、やっぱりあのタイミングもいいですし、スピードありますし、返しもありますからね、まあ、同じ蹴りのスペシャリストというのはこの反乱軍の主要格でありますが、こっちにもいますが、こっちがパワーならば、まあ、キレ、スピードという点では蹴りの上手は前川の方に向かえるわけです。切れ味もありますね。しかし中西も倒れません。いやこの人は本当に不思議なところになりますよね。一体どこにこの力があるんでしょうか。テイクヒットのドロスティックをあくまでも今日は中西は膝に当てています。中西の狙いは前川の足です。身長の低い中西が逆に前川を見下ろすようなそんな視線を浮かべています。ポイントラム一戦中西です。大の字の前川リングの真ん中で距離があります。しかし中西ならこれは射程距離内、先ほどはかわされたボディープレス、今度は決まったダイビングボディープレスはブリッジでかわしました前川です。カウントは2つです。30分の一本勝負、長期戦にもつれ込むんでしょうか。さあもう一発いったダイビングボディープレス、あしかし前川がおっとここに足が届きました。いや宮本さんものすごい動き足が届きますね。そうですね、さすが蹴りのスペシャリスト前川。スローモーションのように後ろに大の字に倒れました中西桃江、場外乱闘です。前川が懸命に怒りを噛み殺すようなそんな表情で中西を捕まえています。もう一回引くか、後ろ回しで逆足か、間ができたところに右のエルボー、中西バックを取ってジャーマンスープレックス、マットの上ですが当然しかしそのマットのすぐ下は火災場外、その場外でジャーマンスープレックスを放ちました中西桃江。ゆっくりと真正面勝負でも前川に対して決して引けを取りません。中西フェンスに打ちつけた、試合開始早々をもらったこのフェンス攻撃、ちょうど放送席の勝畑さんの目の前でありますが、おっと今度のフェンスを垂らした、踏み応えて右のエルボースマッシュ、一進一退の攻防となっていますこの場外乱闘。ブレンバスターか、いやおっとひねりを加えてブレンバスター、
場外で見舞っていきます前川久美子。ちょうど試合が折り返し地点を迎えています。15分経過、30分の一本勝負。そろそろ前川がこの場外乱闘でのダメージを勝利につなげていくんでしょうか。15分が経過しています前川です。中西の方にダメージが残っています。この中西をニュートラルコーナーの対角線にドロップラスがフラッグ見ている。走り込んでいってかかと、これは危ない。中西危ない。一瞬宮本さん真っ白になったかもしれませんね。中西がねちょっと視線がよろめきましたが、その後確かに歯を食いしばりましたが完全にヒットしました。走り込んでのかかと遠くに飛ばした前川。おっとこれは今返した。しかし右の横切り、前川が余裕の表情か、一目にかかるか。ロープに飛ばした、これはロープワークを使った。ラリアットかわした、バックリバスタ、ジャーマンです。低空飛行です。ダメージだけを残そうというジャーマンです。前川クリコ、さあ対角線、足を滑らせた。と中西はあの辺りのロープワークは非常にうまいんですが、ちょっと珍しいシーンでしたね、宮本さんね。そうですね、まあ、それだけダメージがあるのかもしれませんが、今も後頭部にね、はい、よく回す。でも中西は本当に打たれ強い選手ですね。そうですね。しかし、スリー回されて、またフェンスに背中を打ち付けられました、中西桃江。全都政府軍の先発舞台として、この前川とのシングルマッチに挑んでいます。ここも場内で宮本さんやられっぱなしではないですからね、はい、やり返しますからね、はい、さあそして自らはリング上に戻ってきた中西、場内の声援の力を借りて、さあ今中央さふわりと一瞬無重力、そして一気に獲物を捉える中西の空中殺法。これは前川どうやらかなり効いたようです。普通の表情を浮かべています。30分の一本勝負のシングルマッチ、中西桃江対前川久美子の一戦。さあ今度は切れるか。先ほどは前川に勝機のチャンスがありましたが、今度は中西にその勝利の瞬間が近づきつつあるんでしょうか。バックを取って、いやエルボーだ。振り抜きざまの右のエルボー、前川久美子今度はかわした。中西自らロープに飛んで、今度は飛んできた。三角飛び式のムーンサルト、そしてバックに取ってジャーマンスープレックス。おっと一発では決めない。一気に9連発式のジャーマン、盛り上がりこぼし式3発目も決めない。いくかいくか、4発目、4は塩井にします。さあこれで決めるか。4発のジャーマンスープレックスホールド。前川もしかし粘っています。ただのシングルマッチだ。あれあっと、しかしここでトヨタが加勢しました。この辺りがあるんですね、宮本さんね、やはりね。そうですね、やっぱりなんかあの中西にね、はい、今日のペースが移りそうな感じでしたからね、うまくやっぱり試合を見てて出てきましたね。あの辺りがトヨタの波の上手さということになるんでしょうか。さあ今度はかわした。さあまたジャーマンだ。中西が前川に対して執拗にジャーマンを放っていきます。さすがに足元がふらついている前川久美子。さあ中西はニュートラルコーナーのセカンドロープから、またしかし右のハイキック、迎撃します前川の右のハイキック。逆に前川が上空から中西を狙っています。さあ後ろ向きに捉えた、アフグランディングに行く前川久美子。押さえ込みはカウントして2つ、左肩を懸命に上げました中西桃江。背中あるいは後頭部のあたりにダメージが残っています。自らロープに飛んだ回転式のかかと落としはこれはかわした。逆に中西自ら体を入れ込んで丸め込んでカウントだ。しかしこれも2つ、目まぐるしい攻防になっています。バックを取ったフルネルソンスープレックスホールドはカウント2つ、ホールの奪い合いとなっています。しかしいずれもフリーカウントを取ることはありません。2カウントまでは入ります。あとの1秒あとの1秒スリーカウントまでがなかなか遠い。右のハイキック、しかし倒れない。今度は右の後ろ回し蹴り、ハイキック系の蹴りはマニアス。
宇野選手なら耐えられる消費力ではないんですが、それでも中西は右のエルボースマッシュ、まだ息を吹き返す。そしてなあ、モモラッチに行く。あっと、これは逆に前川が切り返しました。一つ決め技を見せた中西桃江、それも返した前川、逆に高田です。さらに高田が入っていった。これもカウント2つです。宮本さん、両者とも普通ならスリーカウント聞いてもおかしくないような攻防なんですが、そうですね、もうなんか自分の持ってる力以上にね、なんかもうそういうものが試合にこうなんかぶつかる気迫がね、はい、なんかもうそれを通り越してますよね。そうですよね。さあ、ここは一瞬の隙をついた、今日ついた中西が丸め込んでいきますが、カウントは2つ。30分の一本勝負の時計が進んでいきます。まあ、でも本当に真正面からね、はい、こう力をぶつけ合ってね、はい、まあ、選手も多分思ってると思うんですけどね、はい、気持ちのいい試合ですよね。そうですね。反動を捨てて二段蹴りです。前川久美子、ロープの反動を利用した。中西の顎のあたりを捉えます。小さな体の中西はあの二段蹴りで吹っ飛ばされています。マサラ、波の人間ならば立ち上がることもままならない前川の蹴りの破壊力、それを中西はかわして、サービスジャーマンスープレックスホールド。カウントは2つです。さあ、どういった結末を迎えることになるんでしょうか。30分の一本勝負、あるいは30分という長く時間を持ってしても、この2人には見つかりないんでしょうか。長期戦の様相を呈しています。時計が進んでいきます。両者ともふらついている。ロープの力を借りて懸命に立ち上がった中西、前川も今立ち上がった。先に前川の右のハイキックに圧、これはもうできることならば止めてもらいたいというハイキックですが、それでも中西は前川を場外に投げ飛ばしています。さらに反応をして自ら宙を舞っていきました。前川の力と中西のスライド、シングルマッチ、その名にふさわしい攻防が展開されています。おっと、これは後ろ向きで回りましたが、しかしこれはどうだ、当たりが浅いか。中西はここで回ったら、宮本さん、怪我をするかもとか、そんなことは考えてないんでしょうかね。本当ですね。あのリング下まですごい高いんですよね。そうですよね。さあ、しかし30分の一本勝負もどんどんと時間はなくなっていってるわけでありますが、前川はちょっとグロッキー状態か。中西がゆっくりと、当然ダメージもあると思います、そのダメージを振り払うかのように今気力でリングの中に戻ってきました。上目遣いでその中西を見合った前川、その前川を捕まえる中西、ボディースラムに切って落とします。さあ、中西チャンス掴まれるか。いや、前川の息の吹き返しが早い。それでも前川、いや、これはかわした。前川はかわしました。中西は自爆です。その中西をキックで場外に蹴散らしていきます前川久美子。そこに再び豊田真奈美が加勢していきます。セコンドです。全治反乱軍、豊田真奈美が前川久美子に加勢しています。この時間帯での豊田の加勢というのは、宮本さん、中西にとってはきついんじゃないですか。いや、きついですよね。前川と相手相当体力消耗してますからね。前川を相手にするだけでも精一杯の中、時間も押し迫って、そこに来てトヨタが加わってきました。さあ、ここは机の上で前川が何を狙うか。あっと、持ち切りだ。いつの間にやら前川が中西に対してどっしり殺到。視界がなくなります。まるで前川が中西の血を蝕んだが届く。さあ、今のドッキリ一発で一気に形勢が前川に傾いたか。これは前川は一気に大きなチャンスをつかみました。中西は絶体絶命のピンチに追い込まれました。さあ、エプロンサイドマークを利用して右のハイキック。懸命にここまで、しかしまだ中西の目は死んでいない。
残りは5分となりました。しかし山本さん、今の中西の表情、まだいけそうな、そんな感じもするんですか。もう本当にね、よくあんな表情ができるもんだと思いますけどね。あれはグロッキーの表情ではない。その証拠にこのローリングクラッチホールド。ここで繰り返し技を見せられる中西桃江。しかし依然ペースはどうか、前川か、それとも中西か。次のハイキック、おっと倒れません。中西が倒れない。逆に右のエルボースマッシュ、前川も倒れない。こちらは右のハイキック、右のエルボー、前川、前川、前川の旋風景色、後ろ回し蹴り。しかしこれもカウントは2つ。でも今の蹴りのコンビネーションもね、素晴らしいですよね。キレがまだ残っていますね、はい、でもあれだけキックをヒットさせながらですね、はい、まだ立ち上がってくるんですから、前川としても嫌になりますよね。前川が化け物ならば中西は怪物かもしれません。シングルマッチ、その名にふさわしい名勝負。さあ前川が仕留めるか、いや中西の右の張り手、中西の右の張り手、自らロープに飛んで、そしてもう一回、いやモモラッチの入りが浅かった。あ、しかし危ない。前川にとっては大きなチャンスでした。カウント3目前です。すでに25分を経過しています。30分の一本勝負、残りは数分しかありません。勝負がつくんでしょうか、前川かそれとも中西か。前川の吐いたドッキリで中西の顔面は真っ赤に染まっています。さあここで回り込んでフルネルソンスープレックスホールド。カウントは2つです。残り時間3分、中西のドラゴンもカウントは2つ、さらに残りは3分です。あと時が180を刻むうちにこの2人に決着はつくんでしょうか。さあ前川もかなりダメージは残っています。今のドラゴンがかなり効いたんでしょうか。バックリマスター、もう一回行く、フルネルソンに行く、フルネルソンに行く、あっとしかしここで豊田だ。抱え上げ式のバックドロップ、豊田真奈美がここに来て、これはいい場面での前川にとっての加勢です。中西にとってはまた2対1の状況でありますが、しかしここは相打ちを誘いました。まだリングが見えています。まだ中西はリングが見えている。そしてこれが試合終了間際のモモラッチ。スリーカウントが遠い。決めるか、残り時間2分、2分です。あと2分、この2分で決着はつくか。高藤3つ目が ね、やっぱりもうなんか前川の表情を見てもね、はい、なんで3つ目がいけないんだと顔してますよね。そうですよね。ただのシングルマッチならば決まるかもしれない、それだけのダメージを残している両選手、それでも3カウントを許さないのは中西が背負う正規軍の誇りか、それとも前川が持つ反乱軍のプライドなのか。シングルマッチ30分の一本勝負は残り時間2分を切っている。トップロープからのダイビングミサイルキック、中西の攻撃、そして丸め込んだ、丸め込んだ、中西のジャックナイフも、しかしカウントは2つ。あっとこれは素早い高速回転式後ろ回し蹴り。さあ残りは1分、そして中虎足技オンパレード。カウントは2つ、目の前に救済のエスケープロープが待っていました。前川が再び人間から鬼の形相へと変化させ、あとかわした、さあ眺めどうだ、しかし反応がついてゴールまで持っていける。カウントは2つです。残りは30秒、しかしロープに騙されない、振り向きざまのトラースチック。カウントは2つです。さあ残された時間は、残された時間はあまりにも短い。ロープに飛ばした、かわした、バックに回った、ジャーマンスーパックス。あっとカウント2つ、残り10秒、中西のジャーマン決まるか、これも2つ、あと
と数刻赤と試合終了です。シングルマッチ30分の一本勝負、フルタイム30分を戦い抜いて決着はつきませんでした。30分時間切れ引き分けでございます。